日本北海道ルモイ振興局ルモイ振興局ルモイ振興局は北海道の振興局の一つ振興局所在地はルモイ市2010年4月1日ルモイ市長に代わって発足した従来のルモイ市長管内から宗谷総,総合振興局へ移管された手塩郡幌延部町を除いた区域を所管する14市長を旧総合振興局5振興局へ再編する 北海道総合振興局設置条例では、上川市長より改祖される道北総合振興局の下部組織として設置される予定であったが、格下げに対する反発が生じたことから2009年3月に条例を改正。ルモイをはじめとするご振興局については、総合振興局と同等の地位とされる一方で、広域で所管することが望ましい業務に関しては、隣接する。 上川総合振興局が隣接する、ルモイ振興局管内を含む上川、ルモイ地方全域において事務を担当する。南部のルモイ市、マシケ町、小平町以外は、落農と漁業が主産業で、小平町は稲作農業、マシケ町は果樹育成や漁業に強い。ルモイ市の数の子輸入量と加工工は、全国シェアの80%以上を占めたこともある。 タラコの国内輸入と加工も全国シェアの60%以上を占めていた。19世紀は小平町、戸間前町を中心に二芯量が活況を呈した。1910から1950年代までは手塩町、羽幌町、戸間前町、小平町などで林業が盛んであった。手塩港は手塩川を通じて手塩国内陸部からの木材輸出、ルモイ港、 ハボロ港は鉄道を利用しての輸出を盛んに行っていた。1930から1970年代までは、ハボロ町、小平町、ルモイ市で炭鉱町が形成され、炭鉱鉄道が館内に縦横無尽に張り巡されていた。現在はそれらすべてが衰退し、新たな産業が生み出されることもなかったため、各自治体とも昭和22年頃と比較して、 人口の流出が顕著であり、全市町村が過疎地域に指定されている。ルモイ振興局の自治体1、ルモイ市、2、マシケ町、3、小平町、4、戸間江町、5、羽幌町、6、諸山別村、7、延別町、8、手塩町、9、朧延町以下は、ルモイ市を中心とする都市雇用権の変遷である。一般的な都市圏の定義については、 都市圏を参照のこと、ありがとうございます。